皆さんこんにちは、せなくまです。今日はなんだかとっても可愛い荷物が届きました。これなんだろう、プレゼントだよね。しかも風船もついてるし、ってことはこれはきっと中身はあれですよね。やばい、もう開ける前からワクワクしてきました。じゃあ早速開けてみたいと思います。オープン。じゃーん。幸せすぎる。あ、なんか入ってる。なんだ？じゃーん。お、お手紙が入ってました。せなくまさん、こんにちは。レゴ動物の森に新商品が登場します。ぜひ遊んでみてください。だって、嬉しい。じゃん。今回はこの2つが新登場したみたいです。もうね、箱から伝わるワクワク感。今回も楽しくなる予感がプンプンしております。じゃあちょっともう待ちきれないので早速遊んでいきたいと思いまーす。まずはこの広場でドタケケライブから見ていこう。なんとついにアイドルが再現できるんだって。しかもね、ドタケケライブも再現できるらしい。もう箱の時点で細かいところに目がいっちゃって、ちょっと目が離せなくなっちゃいそうです。あー、かわいい。よし、早速箱の中身を見てみよう。じゃん、中身はこんな感じです。もうね、袋の上からでもわかる、こう案内所の時計のパーツがあったりとか、掲示板の上の小鳥さんがいたりとかして、すでにこの時点で動物の森を感じれてめっちゃ感動してます。今回は、おたけけ、あとしずめさんと、モニカちゃんもいるみたいなので、それもめっちゃ楽しみです。じゃあ、早速、説明書を見ながら作っていってみよう。モニカちゃんだー、かわいい。もうなんかこのページだけでマジで30分はいける。それはやばいかな。いやでも、かわいすぎる。じゃーん、モニカちゃんでーす。めっちゃかわいい。ほんと、楽しすぎ。まだ作っただけだけど、モニカちゃんを。じゃ、ここに置いて、どんどん進めていきたいと思いまーす。え？なんか可愛いのができてる気がする。こうして、これを、こうか。はい。よいしょ。こうしたら、待って！めちゃくちゃ可愛い！本当に可愛い、これは。今回ね、案内所の前になんかカフェみたいな場所も作れるみたいで、完全にそのパーツですね。めっちゃ可愛い。やばい、これ。で、これを、はい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 、組み立てていくと、前紹介したレゴの時には、なんかなかったパーツたちがいっぱいあって、もうすでに超楽しいです。いくらなんでもすごすぎる。いくらなんでもすごすぎる。こう。中にね、こう木の枝をちゃんと入れました。動物の森ってさ、木を揺すると枝が降ってきたりするのね。だからちゃんと見えないところまで再現できてるっていうね。ほんとこういうとこ大好き。なるほど。ちゃんとね、こうやって葉っぱまでつけれると。ギュッとここにはめたら、かわいい。ちょっと、かわいすぎて本当に頭を抱えてるんですけど。見て！めっちゃかわいくない？なんかさ、木の雰囲気は、今回は紅葉みたいな秋の雰囲気がありますね。はい、もうこの時点でちょっとテンションが、マックスでございます。はい、ではどんどん作っていきます。お！次は、トタケケがいますね。やばい！やっぱさ、再現度がすごい高く感じる。めっちゃ可愛い。じゃあ、ホニカちゃんの横に。あ、いいじゃん、いいじゃん。見てもらって。どんどん作っていきまーす。すごーい！トタケケのライブ会場、できました。すごいね、めっちゃかわいい。ここにじゃあ、トタケケに立ってもらって、
演奏してもらう、歌ってもらうっていう感じかな。かわいい、やばい。見てこれすごい、すごい本当に。はいはいはい、よし、じゃあどんどん作っていこう。すごいんだけど、キャンピングカーの多分中身なんだけど、運転席まであってさ、めっちゃかわいい。待って、今さ、次の袋を開けてて気づいたんだけど、トタケケさんのね、ギターまであるの。やばい。待たせておきます、トタケケに。持てるか？トタケケ。ギターだよ、ギター。ちゃんと、ギター持てる。すごすぎない？これ。かわいい。ちょっと待って、めっちゃ感動したんだけど。今まだね、まだ途中なの。見て、ドア開くんだけど。すごすぎない？こんな滑らかな動きがレゴでできるんですか？レゴブロックで。すごーい。見えるかな？ここにね、ピザとコーヒーカップがあります。めっちゃかわいい。お、いよいよタイヤつけるみたい。うわー、なんか懐かしい、この感じ。タイヤ装着。てくれ。本当に言ってる？すごいすごいすごい、すごくない？私さ、これずっと何だろうって思いながら作ってたの。キャンピングカーの上の部分だった。よいしょ。お、キャンピングカーだよ、本当に。中もめっちゃ見える。すごい。やばい。かわいすぎる。ちょっと待ってくれ。お、しずたんですね。しずえさんがいます。ジャージ着てるよ。ちょっと待って。前回の商品とはね、しずたんのビジュが違います。かわいい。あ、そっか。アイアイの前だからね。ラジオ体操とかさ、する想定で作られてあるのかな。めっちゃかわいい。お、今回はこの大きいパーツを。ってことは、いよいよ、案内ぞ。やばい、楽しみ。こうか。はい、はい、はい。これは何になるんだろう。すごいね、面白い組み合わせ方をね、してます。最終的にどうなるのか想像しながら作るのもね、楽しいね、やっぱり。よいしょ。三段重ねの技です。こうだ。おー、すごいすごい。ちゃんとね、開けます。ほら、開きます、閉めます。一旦ね、防犯対策のために閉めましょう。すごい、見て、めっちゃ案内所だ。ウィンウィンじゃない、ウィンじゃないね、ウィンではないんだけど、すごーい。すごい、めっちゃ案内所だ。すごいね。細かい屋根の作りとかね、見ると本当に感動する。楽しい。はい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 。これはかわいいよ。あー、
見つけて、あ、この子がいないとやっぱりね、やっぱりこの子がいないとね。うわー、ちょっと待って、やばい。ほら、ケージはちゃんと小鳥さんがいるんですよ。ケージはかわいい。本当にこのパーツだけで1時間見れる。かわいいね。あ、じゃあ本当に危ないんで、進めます。はい。これを、あ、案内図の横にね、こうくっつけてね。え、めっちゃいい、見てな。かわいい。ま、案内図やん、もう。完全に。どう見ても、どう考えても。これは、ここだ。ラジカセ入れるところだ。楽しみ。ラジカセもじゃあ作れるんだ。見て、ラジオ、すごい。しかもね、これね、つまみがあるんだけど、ちゃんと回るの、つまみも。感動で、これをここに入れると。最高だね。いいね。なるほど。今ね、実は、この二つを作っていたんですけれども、これね、旗？島の旗です。ここに、つけるんだ。こうやって。ほら、旗になる。で、これを、ここに。うわ、すごい。本当に、どんどん再現度が高まってきました。いいね、いいね。これなんだろう？もうね、ずっとね、作りながら、これなんだろうって考えながら、こう、組み立てていくと、あーってなるときの、この、あーって感じたまらんですね。あー！なるほど！なるほど、なるほど！案内所の中の、リサイクルボックス。あー！なるほど。なるほど。これさ、案内所の中っぽいよね。お花がある感じとか、DIY レシピがある感じとかも、めっちゃ可愛いです。やばい。種ポータル。すごーい。え、リアルだよね。ね。これも飾ろう。これも、中に飾って、いいじゃん、いいじゃん。今ね、もう、かなりちょっと、夢中で進めちゃってて、あっという間に、ほぼ完成なんだけど、ふわふわしたテンションマックスの状態でも、問題なく最後まで完成させることができそうです。まあ、それは私がもう、レゴの天才だからっていうのは大嘘なんですけど、本当に、この、最高にわかりやすい説明書があるおかげです。私、長い文章とかさ、読むのは本当に苦手なんですよ。苦手な私でももうすっとこう絵を見てこれをどこっていうのをパッと頭に入ってくるので本当にありがたいです。はい、だから絶対大丈夫みんなも。よし、じゃあちょっと全体を並べてみたいと思います。正面から見るとこんな感じ。案内所前の賑やかな雰囲気が最高に可愛くない？トタケケのキャンピングカーがライブの裏側感あっていいですよね。なんかゲームの中じゃ見れないシーンを見れてるみたいな感じがあってワクワクします。あとは露天風のカフェもトタケケさんのライブと同時出店みたいな感じでめっちゃいいよね。モニカちゃんがお店番なんかな、この感じだと。カフェの細かいデザインもめっちゃ可愛くて、しっかりスイーツがあったり、あとはコーヒーのカップがあったりして、本当に細かい作りでめちゃくちゃ可愛いです。はい、案内所の裏側はこんな感じでーす。タヌポートとか不要品回収のボックスとかもあるの、最高にテンション上がりません？しずえさんが直接 DIY レシピをモニカちゃんに渡してるみたいな再現もできるの。かわいい。いつも外にいるトタケケが、しずえさんとかタヌキチと同じ案内所の中にいる。それを見れるのも嬉しいし。多分これタヌキチさん喜びすぎて大騒ぎだよね。じゃん。見て見て。動物の森シリーズの他のパーツも組み合わせてみたよ。
とたけけさんのライブを開催しながら夜行でカフェもやってるよってことにして、特別バージョンの野外ライブの日にしちゃいました。あとはお家もね、近くに置いてみたんだけど、そうするとね、なんか案内所がさらに案内所っぽくなる気がします。前回紹介したパーツとの相性も良すぎるんですよ。このジュリーのバースデーパーティーもちょっとこう華やかな感じが今回のカフェの雰囲気にぴったりなので、近くに並べたいなーって作ってる時から思ってました。本当にもう一個の空間にドンって飾りたくなっちゃう。最高すぎる。やっぱ組み替えて遊んだりとか、並べ方を変えて遊ぶことによっていろいろ雰囲気を変えて楽しめるので、これ無限に遊べます。いやー楽しすぎる。このまま堂々エアラインズも作っていきたいと思います。じゃあ次は堂々エアラインズで空の旅を作っていきます。もうね、箱から見てわかるこの再現度、ルドリーもかっこいいし、待って、飛行機乗れちゃうんじゃない、これ。やばい、もうワクワクが止まらん。はい、ということで中身はこんな感じです。この青がたくさん使われてる感じがザ・堂々エアラインっていう感じがするね。早速作っていきましょう。オープン。ロドリー、今回の主役っていうかね、まあロドリーさんがいるということで楽しみにしてました。すごい、めっちゃかっこいいです。じゃあどんどん作っていきたいと思います。見てこのパーツ、ロードエアラインズって書いてあるロゴがついてる。めっちゃかわいい。これもつけるんだって。あ、なるほど、機体の外側だ。やばい、楽しいから完成したいけど完成したくない気持ち。おー見て、いい感じ、すごい可愛い。もうこの時点でめっちゃドロドロエアラインズだもんね。うわ、やばい、見て飛行機、すごい。めっちゃ可愛いんだけど、やばい、ちょっとテンションが上がる。これやばいね。可愛すぎる。あ、ちょっとガドリーさんここで待機してていただいて。あ、いたいた。なんと今回ヒャクパーちゃんがいます。私ヒャクパーちゃんが自分の島の初期住民さんで個人的にすっごい思い入れのある子だから、本当にこうしてレゴブロックの世界でも再会できてめっちゃ嬉しいです。見てね、かわいい。いやー、ちょっとなんか無心で遊んじゃってた。本当に楽しすぎる。私ね、以前の動物の森レゴを遊んでから改めてレゴブロックの楽しさに惹かれちゃって、個人的に別のシリーズのレゴブロックも夢中になって遊んでます。なんかね、レゴブロックそれぞれの形とか、あとは質感の表現がすごい面白いんだよね。本当にゲームの世界もいいけど、こうやって自分の手で世界観を作る楽しさもなんか特別なものがある気がしますね。さあ続いては、あ、なるほど、ここに棒状のねパーツをはめて柵みたいになるんだ。すごい面白いよ。なんなんだ、すごすぎる。マジで再現の方法が、パチ、待って、浮き輪めっちゃかわいい。すごーい。ちょっと待って、かなり好きかもこのシリーズの中でも。かわいいです。うわ待って、内部旅行券がある、かわいすぎる。これもさ、キャラクターに持たせられるんだ。じゃあヒャクパーちゃんに持ってもらって、ほら、かわいい。やばいね。もうワクワクする。ワクワクする。発音おかしくなっちゃった。ワクワクすぎて。やばい。よし、じゃあ進めていきます。
めっちゃ堂々言えないんだじゃん、もう。もう。すごいね。待って。やばい。見て。パソコン。あとね、ウォーリーがいつも飲んでる、このコーヒーカップもある。中に設置しました。かわいい。ほう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 。面白い。なんかさ、植物だってさ、植物の形のレゴブロックを作ることもできるわけじゃん。でもそうじゃなくて、丸とか四角とか、なるべくシンプルな形のブロックをたくさんこう使って、それを組み合わせて複雑な形を作るっていうね。やっぱこれがレゴブロックの醍醐味なんだろうね。楽しすぎるよ。お、すごい。こんな感じになりました。植物。やばい、待って。超かわいいよ。すっごいかわいい、見て。ゲート。見えるかな?ここ。ゲートができた。細かーい。細かすぎる。いや、これはもう、脱帽ですね。素敵すぎて。おー、すごいすごいすごい。いいね。はーい、ということで、旗が2種類ですね。完成しました。これをつけて、よいしょ。お、かわいいんじゃない？え、かわいい！かわいい！すっごい好き。じゃあ、最後かな、もう。え、あっという間。じゃあ、このパーツを、ここに、くっつけたら、完成！かわいすぎる。はい、ということで、完成しました。なんかもう、堂々エアラインズの曲の音が聞こえてきそう。じゃらちゃーん、たらーんみたいなね。本当にそのぐらい再現度が高くて、すっごいびっくりしました。なんといってもこの飛行機ね、プロペラがちゃんとこう、回るんですよ。これこだわりすごいよね。なんか形もそうだけど、こう二人がちゃんと乗った時のサイズ感だったりとか、本当に可愛くて感動してます。やばいこれは。あとはね、このウッドデッキの再現。なんかこういう細かいところの再現を見ると、すごいレゴの良さっていうのが伝わってくる気がしますね。一個のなんかこう完成された柵をドンって置くんじゃなくて、細かいパーツを何個も何個もこう繋ぎ合わせて柵を再現するって、やっぱそこがすごい魅力なのかなって改めて感じました。すごい可愛い。はい。そして裏側はこんな感じになっています。本当にね、このね、PC の細かい再現だったりとか、あとはね、モーリーがいつも飲んでるコーヒーのカップがあったり、なんといってもね、この搭乗ゲートね、ここちゃんと開くんですよ。これ可愛すぎるよね。今から 100% がマイル旅行券渡して搭乗しますみたいな、なんかそういうシーンの再現とかもできるし、本当に可愛くて仕方がありません。私も行きたいなぁ。堂々エアラインズのこの作品は個人的にかなり好きです。はい、ということでこんな感じで組み合わせてみました。何この幸せ空間。もうなんかここまで来ると一つの世界が完全に作り上げられてるよね。今回、この案内所ができたことによって、もう完全に一つの島とか村として成り立ってるような感じがします。何なんだろう、この安心感。動物の森の世界がこうやって現実世界にも存在していて自分の目で見れるっていうこの幸せがもう本当に自分の中で溢れてます。今回は案内所と堂々エアラインズが新しく登場したということで、まあ、本当に動物の森の中でもすごい大事な建物というか大事な場所でもあると思うので、この2つがねあるだけでもなんかすごいもう一気に動物の森の世界観っていうのが再現されるなって思いました。
本当にね、どこ見てもどの角度から見ても可愛い。なんかもう目から得る栄養素っていう感じです。本当に癒しが溢れているということで、今回は新しく発売されたレゴ動物の森で遊ばせていただきました。大好きな動物の森の世界を自分の手で生み出しているような感覚で、ますます虜になっちゃいました。自分の手で作るからこそ生まれる愛着と、レゴブロックで再現された建物やアイテムには本当にたくさんの魅力が詰まってるなぁと感じました。皆さんは今回新登場したどちらの商品が気になりましたか？もしよかったらコメント欄で教えてください。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、グッドボタン、気軽にコメントもお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。